TOKIO といえばさ、 TOKIO が独立したの知ってる？株式会社 TOKIO っていうのできたの。すごいね。そのスマイルアップ、株式会社スマイルアップっていうのがジャニーズからスマイルアップになったと。 TOKIO は TOKIO で株式会社 TOKIO っていうのを作った。だいぶ前。あ、だいぶ失礼しました。ケンピママ上弱。失礼しました。はい、私世間に疎いんで。なんと今日知りました。株式会社 TOKIO 入ってほしいな、どうせな。え、そんな前なんだ。嘘、困りますわ。株式会社山口達也。山口さん今元気だよね。山口さんなんか渋、やっぱかっこいいよね。渋かっこいい。私さ、山口達也さんと、まあ、ちょっとの番組みたいの手伝ったことあったからさ。いやね、山口達也さんいろいろ大変だった。1週間ぐらい前までいろいろやり取りしてて、いや大変でしたね。いや普通に、まあこれはみんなに言ってるし、そういう事情があるのもわかると思うんだけど、私 R の法則って番組の謎解き作ってたんですよ。謎解きドラマ、青春ドラマっていう。そう、だから謎解きドラマ作ってて、で山口達也さんじゃ、 R の法則じゃ、うん、そうそう作ってたの。作ってて MC 山口さんだから、収録とかも私普通にいたんだけど、だ山口さんはなんか元気なくって、とにかく、いやーやっぱ芸能人大変そうだなーって思ってたら、その3日後ぐらいに記事が出た。いやーそ、元気ないよな、元気ないよ。ケンピアだからいろいろ思い入れがあるの。そう、山口さんも応援してます、応援してます。本当 R の法則でお世話になりました。もうお世話になったって言っても、まあ、間接的にね、私がそのドラマの内容とか謎作ってるだけだから、そのめっちゃ話したわけじゃない、そんなマブダチでもなんでもないけど、いやー大変でしたね、あの人もね。まあいいんです、なんでこんな話になったんだっけ。なんか分かるぞ、山口さんこれどうなったか知らないけど、まあ、いろいろ問題があったそうで、まあでも今頑張ってるからいいよね。ありがとうございました、ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとう。